おはようございます。いただきチャンネルガイモンです。ということで本日は、アラジンエスクラッシュやっていきたいと思います。お願いします。初打ちです。残念ながら私アラジンの旧作の方は打ってないんですよ。なので、このアラジンエースクラシックになって話題になっていて、まあ、ようやくちょっと触ってみたいなというふうに思いまして、あまりにも音が気持ちいいということで皆さん大絶賛でございますね。万枚いけるっていう夢もね、もちろん一撃ではないですけど有力感が切れた後がめちゃくちゃ強くて、50パーぐらいあるのか、まあ、かなりの一撃が見込めちゃうよっていう台でございますんで、まあ、夢のある台に仕上がっているというところでございます。私向きなのかなとちょっと思ってたりはします。液晶とかかなりシンプルになってますんで、まあ、そこら辺が口下手な私としてはあまり得意なところではないかもしれないですけど、はい、頑張っていきましょう。とりあえず基本的に、はい、タンチェリーと呼ばれているチェリーを狙っていく台でございまして、まあ、それが引ければかなりチャンスになってくるというところです。で AC アラジンチャンスと呼ばれている、AT とまあ、ボーナスを絡めて出玉を増やしていきつつ状態というね生かすことによって連チャンをし続けていくみたいな感じになってますんで、まあ、そこら辺が爆発力のポイントなのかなという感じでございます。でアラジンチャンスだけではなくて、スーパーアラジンチャンスというね上位 AT もございますんで、はい、そこら辺でねガツンと出玉出せたらいいなっていう感じなんですけど、まあなんせシンプルではありますよね、だいぶね。はい、まあ、液晶これだけですからね。こいつがペコって A っていう文字を引っ張ってくれば、まあアラジンチャンスこれがバコって光ってで A 手に入るっていう感じなんで、まあ本当にそこにまずぶち込まないと話にならんっていう話なんで、まあ一回当たるだけじゃダメで、まあその後状態準備っていうのに行ってそこでもう一回アラジンチャンスを射止めることによって状態に上がるみたいな感じの流れなので、気合を入れてね AC をぶち込んでいかないと出玉には繋がってこないと、状態に上げれないと、 AC 単発じゃダメってことですね。はい、ただねいかんせんねこの台ねめちゃくちゃ荒いらしいんですよね。状態中とかは、まあ、ナビ出してくれたりとかっていうのがあるみたいなんで、まあ、通常時普通に打つと本当に25とかになっちゃうらしいんですよ。どうやらもうまだ外線打ってるみたいな感じで当たりまで投資がかかりつつっていう感じなんで、まあ、かなり荒い感じに仕上がってるみたいなんですよね。一回仮天井が310ゲームで入ってでこれが、だいたい 25% ぐらいで入るって言ったかな。で、その後に、有力区間移行後1200ゲーム経過で天井に到達するとここもピッて押すとね遊戯回数出てきますんでこれで1200になったら、天井と。で、仮天井は AC に当然するだけなんですけど1200の本天井の方は AC プラス状態移行が確定するということなんで、まあ絶対に、確実に状態に飛ぶというところなので、まあ別に狙いたくはないですけどね全く。で基本的には単純と310ゲームと1200ゲームを待つだけみたいな感じなんで、まあ6号機自体に入ってまあいつか万枚をこうね出してえなって思った時に、まあ今ある台の中で結構選択肢に上がりがちではあるのはこのアラジンエースクラシックかもしれないですよね。もう毎日のようにさ細かい考察が湧いてくるんでそこから行きましょう。さあ間もなく300なので、借りてんすね。310 25% か。まあ2呼ぶ位置取れるのがやっぱスロッターっすよね。はい、サクッと借りてんぶっ刺しましょう。で通過でフェイク前兆と、ああやっぱり高額ですね。311でアラジンチャンス、気持ちいい。これですね、これがやりたかった。3連おー違う、トンチューネクスト、あやってもった。はい、おお、ストックですね。ちょっとこの押し順ナビ慣れないな、まだ。どこを見るのが正解なんだ、この下の点滅を見るのが正解なのか、この番号を見るのが正解なのか。さあ最終ゲーム、はい、これで2セット目と。うぅ黙々黙ああ2セット160枚と。
完全に終わってますね。はい、ということで状態準備させずと。よし、とりあえず AC までのね流れはできたんで、あとはちゃんと状態ぶち込んで出しましょう。ああ、降格確定ですね。青ラクダ降格おわ、もう全長っすね。あ、全長でした。ということで332ゲームさあ1セット終了と。上乗せできてないですからね。はい、ここから、状態準備25ゲーム以内に AC させれば、状態に移行すると。はい、ということで、何枚目 ?3 枚目だ、もう早くも早くも3枚目じゃねえか。はい、ということで、4枚目です。きたー、506、単純からっすね。いやー、かかってるかかってる。3万2000円っすね。まあぶっちゃけここ抜けてももう間もなく天井なんで、まあここで今延命できたんで80枚ぐらいゲットできて、ここで状態入らなくてもまあぶっちゃけ戦えますね。さあ1セットでございました。1153なんで、あと50ゲームですね。レア月星、さあ次かな、天井でございます。3勝と外れ、52ゲーム天井でございます。さあ天井でございますので、ようやく初めて状態に突入することができます。やっと、まあでもとりあえず3回初当たり取れてたんで、多少優しめの感じでなんとか天井まで来れましたね。いや、やっと楽しいところを始められるわけですから、2時間かけてやっとっすよ。さあラストゲーム、こっから状態でございます。まあ、最低ショートでも 64% ありますんで、ロングだったら 90% 頑張りましょう。いや、いくらなんでも単発は嫌だよ天井単発は笑えないって、全ショートをしたら、有利区間終了の合図でございますんで、そこまでの間に AC を射止めなければならない。いや、今の音はもう、あ、そういうことっす。ということで天井単発天井単発食らいました。さあここから引き戻しなので、一応 50% でね AC させると言われているゾーンでございます。ここでさせないと本当の単発です。で、一応この引き戻しはもう AC 全長であってくれ。ここで引き戻しできれば、100%、状態に突入するので、状態準備経由しませんので、2回目大丈夫でしょう。当たってるでしょう。連続演出ここで刺しましょう。さすがに大丈夫でしょう。3回も青ラクダ走ってるし。はい、じゃあここでうわ、外れ目、こんなこと大丈夫。もう飛ばす、なんでうそだ、怖えよ。いや、完全に終わってんじゃん、完全に終わってんじゃん。今んとこ楽しいとこないんですけど完全に楽しいとこがないんですけど、いや割と地獄だなこれ割と地獄だなこの展開は。大変だよ、大変な事態だよこれは。はあ、カウンターが動き始めてからね。ああ、来ましたね、仮天井。あ、で待って、今の蝶々はチェリー太陽なんで否定しましたんで、これ当たってますね。やっとか超えて、よし6ゲーム、やっと状態普通に入れられました。 40%
さあ25ゲーム以内に当てることができたので、これでようやく状態でございます。ヘビー青まあこれはね、あ、熱そう、あよかった。ということで1回落ちてからの、アラちゃん当選なんで、状態です。ここもよし、やっぱヘビでリプレイはちょっとあれだね、違和感あったもんね今。引けず、あ終わった。はい、では行きましょう。6枚目、おーいいね、効果かかりましたね。チャンス目から当たってるか。さあ連続演出頼む。はい、ダメ。さあ冷薬かな。おーなるほど、よし514。いや言うても5万5000入れてるからねだからもう乾燥しても取り返せないから、乾燥して引き戻してそこからもう一回乾燥させてっていう奇跡を起こさないと。トゥトゥトゥ、よし3消灯で月星やりました。12ゲーム状態入った。さあ頼むわ。おここで3連チェリー。さあ3度目の正直、そろそろ爆連。さあ筐体フラッシュ、あこれは大丈夫、当たってる、よし。サイドランプ光ってあれ多分レア役対応なんで、月星の時点でって感じですよね。終わった、はい、早えよ。さあ2分1引き戻し、さあフラッシュ、あ熱い、いった、これは大丈夫、よっしゃ引き戻した61。あとはこの後の状態をさちゃんと伸ばせないとさ戦えないんだって。熱いよこれは。さあいけ、あーもうダイヤだもんねこれね。ダイヤはアラちゃんってことはリプレイの時点でもう当たりっすね。はい9ゲーム、サンチェが後ろに行ってれば、まだまだよ。ここ今俺状態入って1回っていうのがここまでの最高記録なんでここでちょっと連チャンさせてね。あ青いいよ、あ行きましたね今3消灯でリプ。はい5ゲーム、おお当たった。よっしゃいいね4連目。これだよこれがやりたかったんだ俺は。一応流れ的にはこれ理想的だよね。状態ぶち込んで、まあ、そこは続かなかったけどしっかり引き戻して、引き戻しからの状態で連チャンさせるっていう。
これがね朝からできればねすげえ楽しかったんだろうな。今ほんと頑張ってなんとか投資分に近づけようと必死だから。4なんでまだ次の5がチャンスですかね。ボーナスのおお青、これはいった。はい、星外れですね。17ゲーム、さあボラカモンない。次7か、あと2つ。さすがにでもここまで来ればちょっとロングを信じてもいいんじゃないかって感じになってきましたね。やっと掴んだロングかもしれない感じ。これ逃したくないですね。もう落ちてんじゃねえか、演出もない。あー終わった、5連。いや全然足んない、もう一回引き戻そう。よしよし、よし大丈夫、引き戻した。43、大丈夫、よかった。10ゲームてか1回もさボーナスがまだ来てないから、赤7とバーの意味がないんでね、リールに存在する意味がない。そろそろボーナス当てで意味を見出したい。ボーナス2セット目、ボーナス、来ないね。静かなもんだな、これは終わってますね。もう一回引き戻しましょう、もう一回引き戻しましょう、しょうがないから。さあ3連引き戻し、あ素晴らしい。これの青バージョンだとロング以上とかになってくるんで、おわこれは熱い、青ヘビズボ、さらに青レーンでチェリー否定なので57ゲーム。引き戻すね、よく引き戻すね。これぞアラジンって感じになってきましたね。やっとさあ3度目、3度の引き戻しを経てロングいっちゃいましょうよ。超ロングとか見てみたいっすよ。おこれはチャンスよ、はい確定。6ゲーム、熱くない、これはアラちゃん中よ。はいネクスト、演出熱いからねこれ、期待できちゃうんじゃないの。 16% ネクスト、はいネクスト、あ宝箱 50% でスーパーアラちゃん、いやーついに宝箱引けましたね、やっとだよ。上乗せ自体も2回目だからね。さあ宝箱中身は何でしょうね。あー普通の A、めっちゃ触れる、めっちゃ触れる。もうまた3チェ、頼む頼む、今回はちょっと演出弱いけど、ネクスト、もう一回ネクスト、おプッシュだ、やった素晴らしい。あちょっとすげえ楽しくなってきた、めっちゃめっちゃ楽しくなってきた、俺5万5000入れてんのにさあストック分を放出しましょう。当たったー気持ちいいね今の。5ゲーム、ちょっと弱い気もするけど当たっててもおかしくはない。超えて、おー素晴らしい、7ゲーム、あーおおラクダ君、ラクダ君来た、よしさあ26、
ゲーム目でございました。7セット目おつチェリーかタンチェ、あ、いやボーナス直ボーナスやった普通の状態で 7だったら、AC ついてくる感じなんですけど、まあ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 引けたことが重要だから7の後だからってこういうことか。さあ初めてのビッグボーナスでございます。さあここは、まあ、100枚ぐらいの、出玉のビッグボーナスなんですけど、バーを狙えという演出が出てきますので、そこで、バーを射止めることができればアラちゃんのストックが行われると。やったー宝箱、お、また宝箱、ああ開いた、はい、ということで宝箱使いましたね、ここで。はい、これは、ボーナス分のストック。まだある、いやストック持ってますね。まさかまだないねはい、ということで、一応 AC10 ストック10セット目ということになりました。今のがこっから先は全部 0.4%、 それは寂しいね。なんか1周目に戻ってくれればヒロリね。終わったー。いやーボーナス絡めてねいい感じになったんですけどね。10連で終了。ここまた引き戻しちゃう？4連続で。あ、いいよいいよいいよ、カモンカモンカモン、さあ行っちゃえ。いい、オッケー、ダメ、あお、まだいるよ。これ馬じゃね？これラクダじゃなくてゼブラじゃない？シマウマってことは当たりプレミアスね。46引き戻しました。なんと驚異の引き戻し4連続、素晴らしいですね。さあこれで状態が再セットされたということになりますので伸ばしていきましょう。さあ連続演出、割って、お、これは当たってんじゃね？羽がない、羽がない、羽がない、だってダイヤでしょ、何もないもん。ああラクダ君ほらよし11ゲームいいぞ。おお、なの来たーボーナス初めて普通に終了時のボーナス来ましたね。これが通常の流れのボーナスでした。おお、うまっ、宝箱ゲット。ストックの仕方に3種類あって、ストック A、ストック B、ストック C っていうのがあって、ボーナスのオーバーゾーンに関しては全てストック B が選ばれて宝箱が絶対出てくると。で宝箱ということは、50% で SAC、 このオーバーゾーンはめちゃくちゃでかいです。さあどうでしょう、 S、 A だよね50% とは。いやー取り返せないかもしれないけど、こんなに引き戻しできると思ってなかったんで、ここが最盛期な気がするな。だからしっかり伸ばして引き戻し途切れたタイミングでやめてもいいかもしれないですね。このまままくれたらね、大手を振って5万5000円からの逆襲っつってお、やった、単車からっすね。はい、5ゲーム12ゲーム、やっぱ20超えてくるとね、だいぶ、おー、当たった、
いけ、いったぞこれは。よっしゃー、8ゲームあれまだいく、頑張るね。お、素晴らしい、5ゲーム。はい、5ゲーム、素晴らしい、乗ってる。あ、これは取ったねえいやちょっと超ロングの香りしてきましたよね。終わる気がしねえっていう、この終わる気がしない感はとてもとても楽しいっすよね、気持ちいいっすよね。おお、そっか、さあここからはもうボーナスはなかなか難しいっすね。12セットあとはひたすらアラちゃんを連続させていくだけっていう簡単なお仕事です。スロッターあるある一ついいですか。調子がいい時にトイレに行けないっていうやつ。はい、9ゲーム私実は30分ぐらい前からちょっとトイレ行きたいなと思い始めてて、でももうその頃からめっちゃ連チャン始まってたんですよそしたら思いのほか今伸びてまして、めちゃくちゃここでねトイレ行ったら流れが止まっちゃうんじゃないかなって怖くて行けないっていうさあ13セット1076枚いいペースです。トイレをキープして流れをキープ打法、この打法を使ってるとね注意力3万になるんですよねそわそわしちゃって素晴らしい10ゲーム。いやでもちょっとそろそろマジで限界だな、ちょっとこのセット終わったらトイレ行こうかな1回。いやーやだな、そこで流れ止まったら。でも俺は人間の尊厳をねガイモンの尊厳を守るよ。あー、まだいるね。あ、青リプありそう。よっしゃ、宝箱。さあ 50% で SAC 通話だ。さあそろそろ数アラでもいいんじゃないですか。3回目の宝箱きたー、 S。 さあ初 S でございます。目指せ1000ゲーム、頑張っていきましょう。60ゲームが、49% だったかな。で、そこを超えれば夢が見れるという感じですかね。まあ、とりあえずまずは60を超えること、次に100を超えること、それを目標に頑張りましょう数アラ。さあ60お願いします。ここ大事、50%頼む。さあ終わったマジかよ、クソ雑魚じゃん、最低保証。いやー初のスーアラ60ゲームでしたね、もったいない。1000の夢見れたんだけどな。うわ危ねえ、39 2700枚、やったー、まくったー、超えて、えい、ナイスー、14ゲーム、熱いっすね。はい、7ゲーム、青が出て、あ、鳥が飛んで、ラクダ外れなので当たりです。8ゲーム、ダメ、あ、ナイス復活ラクダ軍。4ゲーム、さあ20セット目に到達いたしました。なんと、まあ、でも 95% だとするとね、そんくらい行ってほしいよね。いや、もっと行ってほしい、完走まで全然行ってほしい。欲しいリップ、おお素晴らしい、8ゲーム、ヘビ外れ、はい、よっしゃー15。いや超ロングマジエグいな、全然悪気がしねえな。朝一の状態全然刺さんねえじゃねえかとか言ってたのが完全にもうイメージガラッと変わったわ、楽しすぎる、状態楽しすぎる。当たったら、はい、6ゲーム、23セット2059枚2000倍トップです。だって終わる気しないもん、マジで 9ゲーム目5連して引き戻して、2連して引き戻して、で10連して引き戻して、今24連なんで、まあぶっちゃけすげえよねこれすげえことになってるよね。でさらにこれでね、例えばまあ完走しました、
でその終わった後の引き戻しでまた引っ張ってきて、それで完走なんてしちゃったらもう余裕の5000枚だからね。5万5000円投資したのが嘘のようだよこのテンション、はい、ということで24セット2133枚。あ、いいね、アオリプは大体当たってる。はい、おさあということで G 出てきましたね。これ多分エンディングってことですよね。残りが多分200枚ちょっとだったんで、あ、ゴールですね、やっぱり。やばいエンディングだ俺初打ちのエンディング率クソ高くない。番長ゼロ、サラバン2、マサムネ3でアラジン制約かな。タンチェ、おタンチェからなんか出てきたんだけど、あー終わっちゃったここのフィンだけかっこいい、めっちゃさあということで、2404枚、25セット SAC1 のビッグ1でエンディングを迎えたわけですけれども、アラジンのすごいところはまだここからでございます。このあと引き戻しゾーンありますんで、 50% で帰ってきてさらにいけるかもしれないと。今じゃあ4連引き戻し中なんで、ダメなの、きたあよかった56ゲーム、パンチェ直でしたね。はい、お見事引き戻しました。さすがに天才的すぎる。でこれね、うっかりこれがねロングだったり超ロングだったりしちゃったら、このまままた感想が見えるわけですよ。で今俺獲得枚数がね3500枚ぐらいあるわけなんで、これ完走させたらもちろん5000枚でございます。余裕の2400枚エンディング迎えた後にそのまま数字を引き継ぐパターンの台があると思うんですけど、アラジンの場合は、1回リセット、数字もリセットされて、まあ、新たに2400枚を目指しましょうということになりますね。トンチェさあ枠フラッシュしましたので冷却対応当たりましたやべえなこの台マジで超楽しいじゃんはい、お疲れ様でございました。ということで本日の実戦終了いたしまして、アラジンエースクラシック、いやーすげえ戦いでしたねマジでいやスタートから5万5000円投資いかれたって状態も2連3連が精一杯っていう感じで、絶対こんな無理じゃんと思ったところからの異次元の出玉になりましたね。状態上げて、まあ、2連で終わったんですけど、引き戻してでまた5連引き戻して2連、引き戻して10連、引き戻して25連、そして引き戻して2連ということで、あの奇跡の5連続引き戻しをぶっ決めまして、まあ、しかもそれがね、10セットと、25セットということで非常に伸びてくれたこともあり、見事なね、究極 V モンキーを決めることができました。いやアラジンはやべえやべえ聞いてたんですけど、やっぱり本当にやばかったですね。まず投資がね、いや最近ではなかなかないですよ、 5万5000円突っ込んで。パチンコだったら全然あるんですけど、スロットでこの展開はなかなかね、いいイメージを残す戦いにできたかなというふうに思います。ということで本日の投資が5万5000円、回収が3690枚ということで、いやーまさかのプラス1000枚オーバーになると思わなかったですね。いやーよかった、ほんとよかった通常時とかもシンプルですし、あの状態中とかもすごいシンプルな作りで、ちょっと違和感あるなみたいなタイミングの次ゲームに、あのアラちゃんピューンってつくようなクロートっぽい楽しみ方が、まあ、メインにはなってくるとは思うんですけど、そのシンプルさがゆえの気持ちよさみたいなところもあったりするんで、はい、ということで今回は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。